工学顕微鏡による特性評価で銅がミクロンスケールのデンドライト微細構造を持っていることが分かった。材料工学における特性評価あるいはキャラクタリゼーションとは材料の構造や性質の調査、測定する方法を一般的に表す言葉である。材料工学においては工業材料の物性の科学的な理解が不可欠である。 この言葉が指し示すものの範囲はしばしば変化し、微細構造や物性に対する技術についてのみ、使われる場合もあるが、機械試験や熱分析、密度の計算といった、マクロスケールでの測定を含む、あらゆる材料分析に対して使う場合もある。特性評価で観察される材料の構造のスケールは、原子の一個一個や一つの化学結合が増加する、オングストロームレベルから荒い粒のような、 センチメートルスケールのものまで様々である。光学顕微鏡をはじめ多くの測定技術が何世紀にもわたって改良を続けられてきており、新しい技術や方法が次々と生まれている。特に20世紀における電子顕微鏡と二次イオン質量分析法の発明はこの分野に革命を起こし、以前よりずっと小さいスケールで画像化と分析ができるようになった。 これにより異なる物質がなぜ異なる物性を示すのかということの理解が大きく進んだ。原子間力顕微鏡の発明によりここ30年で分析能はさらに大きく向上している。操作型トンネル顕微鏡を使いグラファイトの表面を原子レベルで観察して得られた画像、火星の土壌を X 線結晶構造解析にかけた初めての画像をシュマンの分析によって 超石、奇石、観覧石などが含まれていることが分かった。キュリオシティがロックネストで2012年10月17日に採取したサンプルより、顕微鏡はキャラクタリゼーション技術の一分野で材料の表面構造を調べるためのものである。これらの技術は光子、電子、イオンや物理的感知レバーなどによって様々なスケールでサンプルの表面構造を調べる。 顕微鏡には以下のようなものがある。化学組成や結晶構造、光電効果などの性質を調べるために用いられる方法である。以下のようなものがある。質量分析には次のような方法がある。多くの技術がマクロスケールでの物性評価に用いられている電子チップの反射効率を表す指標と吸収係数。ありがとうございます。